ビンゴもぎたて情報です。このコーナーは暮らし彩るお墓のアドバイザー石野再生の提供でお送りします。今日はスタジオに有限会社石野再生代表取締役藤井和幸さんにお越しいただいています。藤井さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。寒くなりましたね。寒いですね。もう先ほどちょっと山の方まで行ってきてたんですけど、はい、あの窓が曇るぐらい車の中の温度と違うんでしょうね。前が見えなくなりました。ね、あの寒い時期も暑い時期も関係なくも富士山いつも忙しそうですね。そう、おかげさまで本当にあの駆けずり回らせていただいて、あの皆さんにご迷惑をかけないようになんとか頑張ってやらせていただいてます。はい、ね、このコーナーの方もあのたくさんの方に聞いていただいて、放送の後にはね、あの先ほどの話で聞きたいことがありますみたいなね、電話があったりとかもするので、ありがたいですね。またいろいろな皆さんからの、ね、質問にも答えていけたらいいなというふうにね、はい、この間ちょっとお話をしたんですよね。そうですね、頑張ってお答えさせていただこうと思います。はい、なので皆さん何か聞きたいことがあったらぜひね、ご質問の方よろしくお願いします。はい、お願いします。そして今回は、はい、オーダーメイドのお墓についてということなんですが、はい、オーダーメイドのお墓とは一体どんなものを言うんですか？そうですね、あのオーダーメイドのお墓っていうふうに言うと、あのなんか特別に注文したっていうふうに捉えがちで、うん、あのすごく高くなるようなお墓になるんじゃないかなっていうふうに、皆さん思いがちなんですけれども、実はその最近 の、 そのオーダーメイドのお墓ってっていうものが非常に増えてきてるんですね。はい、そうなんですか。あの一体どんなところ、どんな場所を特別注文するんですか？はい、あの一番多いのはですね、やっぱりお墓のデザイン、あのお墓っていうと通常の三段重ねのですね、四角いお墓が積み重なっているものをイメージされるんだと思うんですけれども、例えばあの車椅子でお参りができるようにした、あの、まあ、車椅子をまあ、乗ったままですね、はい、お参りができるようにその高さをあの重視したデザインであったりとか、お掃除道具とかですね、あの収納できる物入れをつけたデザインにしてくださいとか、ベンチをつけてくださいとかですね、あの上げればキリがないんですけれども結構たくさんあります。あの、はい、オーダーメイドのお墓を作られる方っていうのはどんな風に、ね、注文されてるんですか？そうですね、ほとんどの理由っていうのが、まあ、何回も何回も作るもの、作り変えるものではないので、うん、あのやっぱり自分たちの、まあ、お父さん、お母さんの好みに近いものだったりですね、自分たち の、 その、まあ、やりたいなと思う色であったりとか、はい、ああいったものの、まあ、注文というか、あのこだわりを持って、あのその部分をあのお墓の中に取り入れてほしいということで、あのさせていただきます。例えばあの曲線丸い形であったりとか、あのキリッとこうかっこいいっていうね、はい、あの形であったり、シンプルな形であったり、例えばあのお掃除がしやすいように、あのデコボコこう凹凸のある、うん、あの掃除のしにくいあのデザインではなくって、本当にこうすっきりした掃除のしやすいデザインにしてくれとか、そういったことが今多くなってますね。あのお話を聞いていると、うん、あのオーダーメイドで自分たちの好きな形でお墓参りをしたり、お参りや、ね、うん、お手入れもしやすくてとてもいいお墓に思うんですけれど、うん、注文される方ってやっぱり今多いんですか？そうですね、うちの方ではもう5割半分を超えてるのがもう今の現状でして、あの本当にあの増えてきたなという実感があります。まあ、一見まあ、昔でいう洋式のお墓っていうあの感じでこう囚われるのが皆さんデザインバカだと思っておられるんですけれども、あの和式 の、 あの普通の三段重ねのお墓でも、あの従来の形に囚われずに、あの思いを込めて作ることができるので、あの洋式のお墓だけではないということを知っていただければ、あの年齢層問わず、もうあの若い方だから洋バカだとか、ね、年を取ってる、まあ、おじいちゃんとかおばあちゃんだから、あの和式じゃないといけないなんていうことはここ最近関係なくなってきてますね。ということは昔からのお墓の形でも、うん、オーダーメイドでお墓作りができるということですか？そうですね。なんかそうなるとね、洋式のお墓はちょっとという方でも注文しやすいですね。うん、そうですね、うん、あの藤井社長、今までに作ったオーダーメイドのお墓でどんなものがありますか？そうですね、今年の
私のベストセラーではないですけどあの今年ちょっと自分でもああいいものができたなと思ってるのが、はい、あの今年の5月に建てさせていただいたんですけど、車椅子でお参りができるお墓なんですね、はい、これはあの単にこう車椅子でその墓地の中まで入るだけではなくて、その車椅子で入られた方が自分でお花も手向けられたり、お線香ろうそくもあの、まあ、火を灯してお供えできたりですね、とにかく自分で全てのことができる、うん、そういった、まあ、設計をすることをあの心がけてさせていただいて、まあ、その会あってそのお客様自体ももともとはあのおばあちゃん おじいちゃんが亡くなったことでおばあちゃんが考えて、はい、あのお墓建てたいということだったんですけど、たまたまそのお墓を建てる話をする初日ぐらいにちょっと事故に遭われて、で車椅子になってしまったんですね、うん、それであの自分もおじいちゃんのお墓参りはしたいからということで、和式の普通のお墓を建てるところが急遽車椅子に変わったなんていうこともあってですね、すごくこうこちらも考えてさせていただいたんですけど、すごいあのお客様に喜んでいただいてですね、あの和式のお墓のお墓参りでなかなかね、ちょっとこう車椅子では入り口までしか行けないっていうことで、はい、そうですね、そういったことでちょっといろんなその自分で車椅子に実際乗ってですね、あのこうやったら手が届くなとか届かないななんていう、そんなことまで考えながら作らせていただいたお墓がありますね、はい、あのお客様だけの世界に一つしかないお墓がオーダーメイドのお墓なんですね、うん、そうですね。オーダーメイドのお墓の良いところってどこですか？そうですね、さっき木村さん言われたようにですね、あの世界に一つだけのお墓を作ることっていうのがまず第一ではあるんですけれども、あとこれは私たち石の再生にとっては重要なことだなと思ってあの心がけていることなんですけれども、あの家族全員でお墓についてお話ができる時間を作るということなんですね。案外あのおじいちゃんがなんか勝手にお墓建ってて私は知らないのよなんていうね、あの若い世代の方、息子さんたちっていうのを言われる方もいらっしゃるんですけど、あのオーダーメイドのお墓を作るということで、逆におじいちゃんとかおばあちゃんとかが夫婦で話をするだけでは決まらないことっていっぱいあるんですよね。じゃあ息子がどうせお参りに来てくれるんだから、孫が迎えあの、まあ、お参りに来てくれるんだから、じゃあちょっと意見聞いてみようかなんていうふうにこう家族団らんの時間が、そのお墓の話でなんだけど、その団らんの時間っていうのがたくさん作ることができるんですね。うん、そうすることでそのデザインもあの息子さんの思うこんな形がいいんじゃないとか、こんな色がいいんじゃないかっていう、おじいちゃんとかが考えもしなかったものがポンと出てきて、それを見ることでおじいちゃんも、ああ気に入ったなこれとか、お前いいこと言うなっていう、で逆に私らもああそれ案ちょっとやったことがないのでさせてくださいとかいう新しい案をいただいたりすることもできるんですね、まあ、そうやってあの試行錯誤をみんなでしてこう出来上がったお墓っていうのは、あの例えば息子さんたちもお墓参り興味ないなとか今まで行ったことないなって思ってた人でも、逆に自分たちもその考え方に参加したものだから大事にしていこうとか、まあ、愛着が湧くというわけじゃないですけど、それが先祖供養の始まりであったり、例えばお墓参りに今まで行ったことがない人でもちょっと行きたいなって思えるお墓になるっていうことで、私たちはすごい大事なことだと思ってるんですね。だから和式の普通のお墓を建てるのでも、息子さんにちょっとこのお墓の形見ていただいていいですかなんていうことはよくお話をさせていただきます。必ず、まあ、言ってみれば巻き込むじゃないですけどね、うん、こう仲間に入れていくという形にするだけで、あの例えば納骨の時とか開眼供養の時に、あのよくおじいちゃんおばあちゃんしか来ないっていうところ多いんですけど、なんかそんな話をしたところに限って息子さんもあれ来てくれちゃったんだと、仕事わざわざ休んでまでっていうこともあったりするので、非常にこうお墓参りの基本になることがお墓作りをする時にもあるんだなというふうにここ最近思って、そこは大事にさせていただいてます、はい、そうですよね。なんか一緒にこのお墓作りに参加していると、うん、まあ、後にね、うん、おじいちゃまおばあちゃまに何かあった時とかにでも、うん、あの時一緒に考えて作ったお墓に眠ってるんだなと思うと、うんうんうん、
ね、再々もうお墓参りも行きたくなりますよね。そうですね、お墓参りに行ってその場所で、あ、これおじいちゃん考えたとこよねっていう会話も出てきたりして、あの本当にこう生きた先祖供養ができるんじゃないかなというふうに思いますね。で特にお墓もなんか私たちがすると綺麗に掃除をしていただいて大事にしていただいているのを見てるとすごく嬉しいですよね。ね、やっぱりあのお墓参りのしやすさや好みのデザインだけじゃなくって、うん、あの将来お墓を、ね、守っていくこう、うん、若い方たちが先祖を大切にする気持ちもより大きくなりそうですね、うん、高ぶってきますよね、うん、ですね、うん、だからあのオーダーメイドのお墓ってなんか特別注文だから、はい、なんかわざわざこうデザインしてもらうからもうすごく高くなるんじゃないっていう人っていっぱいいるんですけど、結局石のお値段っていうのは石を使った量なんですね。だから様式のお墓、デザイン墓っていうと結構小ぶりなお墓が多かったりするので、あの思った以上に安かったっていう方が非常に多かったり、で、あのちょっと小ぶりなお墓を作るがゆえにいい石が使えたりするんですよ。ちょっとお高い、あの普通の和式のお墓にするとちょっと手が出ないようなお墓の石でも、はい、そのチョイスをそちらですることができて、で、あのいい石を使うとそれだけ艶も長く持ちますし、あの石自体も長く持っていくじゃないですか、はい、やっぱりそういったあの高いには理由があるんだけど、その高い石を使っても安く建てることができるっていうすごいあの金額的なメリットなんかも大きかったりするんですね。うん、だからあの和式にこだわることもなく、とにかくいい石を使ってちょっと周りとはちょっと違う感じのもので、はい、うちの、あの家族にしか思いのこう、こもったものができないっていうことを一つ考えて作っていただけると、家族も皆さんこう仲良く、ね、お参り行くことができるし、そういう意味ではあのいいことづくめなんじゃないのかなと私は思ってるんですけどそうですね、うん、あの石野再生さんにオーダーメイドのお墓を注文した場合は、どのくらいの期間で完成するんですか？期間自体っていうのは打ち合わせにもうお客さん次第になっちゃうんですけど、はい、すごくこだわってここもここもになっちゃうと、はい、あのちょっと時間かかっちゃったりするんですけど、大体あの今まで作らせていただいたその図面だったり形を見ていただいて、そこからここをこうしたいああしたいっていうことだけで済ましていくと1ヶ月から2ヶ月ぐらい、はい、うん、で、もう少しここをこんな風にしたいとかで、図面の打ち合わせが、だいたいデザインバカの場合 2,30 枚ぐらい作るんですよ。2,30 枚作ってやっと1枚完成するんですけど、それでもじゃあここからなんていう人もいらっしゃるので、そうなると半永久になっちゃうんですけどだけどあの焦って作る必要性はないので、はい、あのゆっくり考えていただく、で期間が長ければ長いほどなんか家族の深まりが強くなるので、帰って良かったりするので、あんまり時間を短縮するのは私は好まないですね。ゆっくり時間かけていただいて、うん、で短期で行こうとすれば、あのどこの医者さんも同じだと思うんですけど、1ヶ月もあれば十分できますので、はい、うん、最短から、まあ、最長は限りなくなんですけど、最短は1ヶ月ぐらいから、大体 1,2 ヶ月ぐらいからで、あのほとんどの期間は完成します。はい、わかりました。で、あの今日ですね、このオーダーメイドのお墓のね、うん、お写真をちょっといただいておりますので、はい、今日の放送を FM 福山のレディオビンゴのホームページにね、あの、はい、いつも動画ラジオっていうところに載せているんですけれど、はい、そこに今日の放送と一緒に合わせて何件かね、写真を入れておきますので、はい、こんなのがあるんだよっていうのを、ね、ぜひ皆さんに見ていただきたいので、そうですね、そちらの方もチェックしていただけたらと思います。あの変わった色合いだったり、でこんな形もあるんだということがこう見て、ね、いただけるんではないかなと思うので、はいはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、そしてあの電話であの、うん、ご相談や、ね、ご予約をされたいという方はフリーダイヤルの電話番号で、はい、0120-594-548、ご供養のご用は、はい、よろしくお願いしますはい、こちらの方にぜひ連絡してください。はい、そして藤井社長、はい、今日で今年最後のご出演になりますね。はい、もう本当にあの1年間がすごく早いので、年を取るのも早いなと思いながらはい、びっくりしてます。はい、また来年もよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。でまた来年はね、セミナーもあるということですので、はい、またそちらの方、また来
ね、もう来月になりますが、そうですね、詳しく教えていただけたらと思います。はい、2月の8日の土曜日になるんですけれども、はい、リミング新聞の方で、予約の方を受付の方してますので、リビング新聞の方をご覧になって、お電話いただければと思います。もうすでに前回前々回聞きに来てる方がもう一回聞きに来たいっていう方のご予約も受けてるので、はい、席にちょっと限りがあるので、はい、よかったら早めにご予約をいただければと思います。はい、はい、皆さんぜひそちらの、ね、セミナーの方もチェックしてみてください。はい、今日はオーダーメイドのお墓について、有限会社石野再生代表取締役藤井和幸さんにお話しいただきました。